13日放送の TBS 系バラエティ水曜日のダウンタウン、毎週水曜あと10時ではお笑いコンビ岸高野が清春の新曲歌詞をすべて書き起こせるまで脱出できない生活に挑んだ。ヒントとして清春本人が登場するなど大いに盛り上がりを見せた。その聞き取り難易度は以前検証を行ったサッズの忘却の空サビを一発で聞き取れる人例人説でも立証済み。そんな癖歌唱アーティスト清春のリリース前の新曲を使った過去最高難度の脱出企画となる。